じゃあやってくんでよろしく。ハイテーラー、やっぱ声大きく、これぐらい聞こえますか、聞こえますか。ハイテーラー、ちょっといきなり始めよう。三菱じゃない、三越三越伊勢丹でのハイテーラーっていうブランドのシャツをオーダーしてついに届いたんで開けます。どうだ、お、なんか入ってますね。ロイフには一歩上のステージに立つと立たせてくれる魔法があると私たちは考えます。皆様の自由で楽しいライフスタイルを応援しますっていうカードが入ってますね。いいですね。頼んだやつを見せましょう。あ、出しましょう袋から出さないと分かんない。さあどうでしょうか、分かるかな。今回のシャツね、これなんだろう、形カフスがバレルっていう形にしましたね。フレリックなし、そして襟はショートワイドっていう形です。このスタッフさんのおすすめだったのでこれにしてみました。でブルー、やっぱりねブルーがすごいいいととのことだったん で背中はセダーツ、ポケットはなし、ネームはつけてません。袖、長袖です。まあそれそうですね。白蝶貝っていうボタンを、わかる貝です、貝。わかりますか、色が、色って輝きがすごいやっぱ違うんですよ、普通のボタンと。まあこれはちょっとオプションで1000円プラスですね。いいですよ、細かいところですけどこだわりでいいです。あとは仕上がりはスリムでタイトめですね。なんか光沢がやっぱあっていいですよ。で通年使えるやつっていうちょっと希望で作ったんで、無地、折り柄で綿 100% ですね。 BV20、あまりわかんないんですけど、厚さは普通、光沢も普通、でも繊維が細いからちょっと光沢出てますね。いい感じです。で脅威は 113.3、袖回り 105.9、 首回り 40cm、 腕 20.5、 総丈 75.6、だっけ、なん違うわ、肩幅 45.9、 こんな感じで今回作ってますね。 0.5cm 単位で、作れます。あ、大事なところ忘れてた、写真2枚撮ってこれを作れるっていうのがすごい一番の売りですね。前から1枚と横から1枚取って2枚で出来上がるってやつです。ロゴもいいっすね。早速行ってみよう。ちょっと着てみましたね。どうでしょう、こんな感じです。伝わらないか、光沢がね
タクすっごい出てくる。わかりますか、ね、このあとここのなんていうの、腕のとこのボタンが初めての仕様だからなんかわかんないです。こういうもんなのかな。カフス、まあ、今度作るのあれだな、カフスつけれるやつにしたしたいな。ダブルカフスじゃなくてもいいんですけどね。ショートワイドいいですね。これボタン外しててもなんか切れます。ちょっとすごいいいです。ネクタイ締めてもどっちでも大丈夫ですね。とりあえずネクタイ締めてみましょうか。皆さんもタイミングがあれば作ってみてください。着心地はそのスリムのちょっとスリムのタイトめにしたんですけど、すごいいいですね。全然合ってますよ。もうちょっと1センチぐらいはウエストちょっと胴回りきつくしてもよかったかな。もうそれ以下もこれぐらいの方がこう大きいゆとりがあるし、肩まですごい窮屈感がないで動きやすい。いいっす。一線で活躍してくれるでしょ。あとハイテーラーさんのサイト見ればあのなんだっけ、アイロンのやり方が細かくいろいろ手の洗い方とか全部書いてあるんですけど、みんなぜひチェックしてください。次はまたなんかあるようです。体験会、まあ、オーダー会みたいなあるようなので、ぜひいろんなのを作ってください。まあ、これが主流になってくるんじゃないですか。まあ、分からないですよね、どうなるか。ということで、じゃあ皆さんもぜひ作ってください。すごい肌触りとかもいいですよ。ペラペラ感もないし、しっかりしてますよ。これであの大体約1万円ですね。気軽にオーダーできて、オーダーでこれだったらいいと思います。はい、以上です。それじゃあ。